本日なんですが、事務所ってどうなの、 YouTuber 事務所の、メリットとデメリットみたいなところをちょっとお話ししていこうと思っております。よろしくお願いいたします。こんにちは。総合学園ヒューマンアカデミーの動画クリエイターカレッジで東京校で講師をしておりますイーフェイと申します。よろしくお願いいたします。本日、お話しする内容なんですけども、事務所に入るメリットの解説 と、もちろんデメリットの解説もさせていただきます。結局じゃあ事務所に入った方がいいのかどうかっていう部分ですね、これらを踏まえて最後まとめに入っていこうかなと思います。じゃあまずメリットの方の解説なんですけど、まず一つ目にこの人脈がやっぱり圧倒的に増えます。事務所内での関わりとかも増えてきますし、同じ事務所に所属している他の YouTuber とコラボ動画を作ったりとか、そういうのも制作しやすくなりますね。横のつながりっていうのをなかなか広げづらいと思うんですけども、この辺同じ事務所さんだと中でやってくれるので、今までとは違うファン層にこう働きかけることもできますし、チャンネルの動き方もまたね、違うファンの人が見てくれることによって違うところから視聴者さんが増えるので、これはすごいいいアプローチのかけ方なんじゃないのかなと思います。そうやってね、知名度が上がってくると仕事増えてきますよね。企業さんからあの人出してみたいとか、事務所から企業にうちの誰々さん使ってみませんかみたいな、こういうお話もしやすいので、一人でやってる時よりかは事務所が助けてくれるので、仕事の数が増えていきます。まあもちろん事務所が全部やってくれるっていうわけではないので、自分で動画ちゃんと作らなきゃいけないですよ。そこのクオリティは落としちゃいけません。でもう一つですね、お金の話になるんですけども、確定申告だったりとか事務作業とかですね、事務所のスタッフさんにやってもらえるっていうのはすごくメリットの一つかなと思います。特にね、確定申告とかってフリーになった時すごく大変なんですけど、お金の話って学校とかじゃあんまりやってくれないので、じゃあいきなりこんだけ稼いだんでこんだけの処理してくださいみたいなこといきなり言われてもみんなわからないですよね、そこの勉強してないんで。なのでここら辺の税務処理とか複雑なね問題ですね、事務所のスタッフさんにやってもらうことができます。フリーだとこれ全部一人でやらなきゃいけないんで、すごく大変です。まあ、あとは誹謗中傷とかですね、そういうものもあった時に事務所がちゃんと守ってくれるのでここら辺もまあ大事なメリットかなとは思いますね。そういった今言ったような事務作業とか、そういうのをね、事務所のスタッフさんに代行してもらえるので、その分自分の動画制作の時間に充てられますので、そういったこともすごいメリットの一つなんじゃないかなと思います。続きましてデメリットの方なんですけども、事務所にマージンっていうのをねお支払いしなきゃいけないんですね。自分たちの活動してた収益の一部だったりとか、広告収入の一部だったりとか、こういったものを事務所にいくらかお支払いするので、完全フリーで一人でやっている時よりはいくらかは収入が落ちてしまいます。ただですね、先ほどもお話しした通り、その事務所にね属していると企業の案件とかも入りやすくなりますし、そうすると仕事の総量が増えるのでね、トータルで見ると稼げる場合もあります。そしてじゃあデメリットの2つ目なんですけども、表現にこの制限をかけられるっていう場合もあるんですね。まあやっぱりこの事務所に所属しているとどうしてもね、自分の制作したいものとちょっと違ったものをね作ったりとか作らなきゃいけないっていう場合もあるかもしれないんですけども、これっていうのは事務所がね決めたルールとかそういう約束事なんで、そこは事務所に入る場合は守らなきゃいけません。特にね、過激な内容を売りにしている YouTuber さんたちとかは、ちょっとこのちょっともうちょい抑えてくれ内容をね加減されるように言われる場合もあると思うんですけども、過激な人はそもそも誘われないっていう可能性もあるので、まあこういうのって何が目的かっていうと、そもそも炎上リスクを避けようとしてくれてるわけですね。その YouTuber たちの事務所がそういうことすると炎上するから、もうちょい抑えなよっていうのをやってくれてるので、そういった意味ではある意味メリットかもしれません。じゃあ今メリットとデメリットの部分ですねお話ししていたんですけども、じゃあ結局入った方がいいのか入らない方がいいのかっていう部分で、これっていうのが人によってかなり差が出てくることになります。どういった分類になるかっていうお話なんですけど、まあ、例えば人脈を広げたいですねとか、やっぱり企業案件が欲しい、事務所からサポートし欲しい、作品の制作に集中したいとか、こういったものが必要だと感じる方は事務所に属した方がいい選択肢なんじゃないかなと私は思います。で逆にですね、自分の作品にもっとこだわりたいとか、まあ、事務処理とかも含め個人で、そういうお金のね計算をやっていったり もできる、あとは自分で企業案件とかを取りに行けるぐらいの、営業能力をもすでに持ってますとか、こういった方は十分にもうフリーランスでできると思うので、わざわざ事務所に入らなくてもいいんじゃないのかなと思います。なのでまずは
自分がどういった能力を持っているかとか自己分析の部分をしていただくことが非常に重要なんじゃないのかなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。総合学園ヒューマンアカデミー動画クリエイターカレッジでは JNS や動画編集に関する講座を数多くご用意しております。 LINE で無料相談もやってます。概要欄から登録してください。よろしくお願いいたします。